平和記念公園を訪れたのは読売ジャイアンツ入団1年目の萩尾雅也選手、門脇誠選手、船迫博正選手の3人で、今日午後国立沖縄戦没者墓園で花を手向けました。読売ジャイアンツは那覇キャンプを始めた2011年からキャンプインの前日に平和記念公園への訪問を行っています。今野球ができていることは本当に感謝して、この環境は当たり前じゃないんだということを改めて感じました。読売ジャイアンツの那覇キャンプは来月5日まで沖縄セルラースタジアム那覇で行われる予定です。